さあみんな、生中継するよ。このまま楽しんで。来たわ。音に合わせて。黙ってて。サプライズ。え？スパイダーマン？うわあ！どこいて？脈は？そんな？うわあ！これは良くない。ああ、救急車！急いで！見てみよう。良くないな。ドクタードライク？死んじゃうの？すぐわかる。エネルギーが足りない。ああ、どうしよう。ねえ、どうしたの？ガイが死んだ。仕方がない。何が必要？5万いいねだ。5万？ねえみんな、お願い、5万いいねして。スパイディを助けて。どんな感じ？テル、遅いけど患者の邪魔だ。よくなってね、大好きよ。ダディロングレグスは騙せないぞ。何？任せろ。バレリーナ、ずれ、間違えた。ダディロングレグスが解決する。全員怪しい。誰が毒を持った？犯人はこの中だ。真相を暴く。ついでに推理を手伝って。誰が毒を持ったの？コメントして。ピチュ、フラッシュガール、ギビディ、それともハギ？エネルギーが足りない。あ、甘いケーキがある。ストレス解消。ダメ。どうして？証拠だから。俺が最初だ。待って、わかった。毒入りなら現場にはまだ証拠がある。あった、殺虫剤。これかな。犯人の毛だ。捜査の結果、犯人はハギ。毛が青い。勝つんだ。刑務所行き。冒頭カツラの名のもとに法廷が証拠を求める。ああ、こういうことだ。ピニャータを叩いてたら容疑者が消えた。何とも思わなかったが、キッチンに忍び込み毒を持ったんだ。有罪。待って、あー言いたい、言わせてもらうよ。なんだ、家、アリバイがある。そう、キッチンに行った。でも毒は持ってない。監視カメラを見て。お腹が空いておやつを食べた。毛が落ちたのはハロウィン後の抜け毛の季節だから。 OK、 容疑は晴れた。無罪。ついに、ほらね。あー、スパイディー、犯人がいる。次の犠牲者は。そうか、ピーチューだ。ほい、裁判だ。ピーチュー、この子が殺人鬼？無実よ。探偵、推理は？ええ、裁判官、この子は大のお菓子好きなんだ。バイディがピニャータを壊して。その時にキャンディーが落ちた。ほら、ピチューは我慢できなかった。やっつけたよ。楽しもう。ピチューは一人で食べてた。
お菓子が少しおかしいと気づくまでね。おえ、ハエだ。はは、君のじゃない。子供用だよ。やったわね。傷ついたピチュ。パーティーでみんなが歌っているときに、この子がスパイディを感電させたんだ。本当か？アリバイがあるわ。電気が消えても動いてない。映像でわかるわ。わかったでしょ。ほらね、裁判官、無罪。言ってよし。どうする？みんな想像できる？刑務所からストリーミングよ。誰だ？えれ、ギビリトイレが何か隠してるみたいだぞ。なんだこれ？ああ、スパイダーマンのスーツ、有罪の証拠だ。なんてこと。やられないぞ。トイレが犯人、フラッシュガールが気絶。立ってもらう。無罪だ。ギビリトイレが容疑者だ。早くして。有罪。そうじゃない。説明するよ。いつもスーパーヒーロートイレになりたかった。クモに噛まれたかったんだ。避難した子を助けたくて。助けて、バークが。おい、強さを味わえ。あれ、やった。うわー、ギビリスパイダートイレ、マイヒーロー。What? え、何？スーパーヒーローになるのが夢だった。ただのトイレだけど、突然クモが現れたんだ。カメ、さあ。残念だが普通のクモだった。だから無理に太らせた。パンくずをあげて大事にしてた。おい、ヒゲで感じる。嘘だな、その話には食いつかない。あー、デタラメだ。残念、承認だよ。何？あー、クモがいる。新しいヒーローが必要だよ。ギビリトイレ。それじゃあ、決まり。じゃあな、探偵。変だな。容疑は晴れた。5万いいね。よーし、クリア。あー、生きてる。ありがとう。誰にやられた？終わった。誰が残った？いた。私？バカなの？愛してるのよ。裁判だな。違うわ、みんなよ。どうしてそうなるの？見逃した？え、ハニー生きてるの？どうして？信じてたのに君だな。噛み合わない。もし彼ならどこだ？静かに。彼だ。バイリー？俺？そう、バイリーじゃない。スポット？どうして？座って。何が起きたんだ？逃げ場はない。スパイダーマンに何をした？白状するよ。彼の家に寄ったんだ。誰だ？
やあ、でも喜ばなかった。残念。ああ、重い。どれだけ食べたんだ。そうだ、ポータル。スーツを選んで。プレゼントをもらった。なるほど。スパイダーマンはどこだ？ソファーの上。ああ、やつは有罪だ。有罪。ふう、スパイディだ。誰がどこを入れたの？いい質問。僕じゃない、本当だ。待って、指紋を取らないとね。指紋で見つける。行っていいぞ。現場から離れて。さあ、ああ、彼女だ。マミーロングレグス。黒幕だ。と、私。だって招待してくれなかったし、忘れてたでしょ？どうして？なぜマミーを招待しない？ところで、覚えてる？あなたの誕生日よ。あなたは、呼ばれてないの。マミー！ダディ、プレゼントよ。気分が悪いよ。七面鳥が救いだな。触らない、ゲストのよ。あらら、ガムレモネードを忘れてた。すぐ戻るわ。いろいろしてるな。ラッキー、食べれるぞ。この長い腕をしまって。あ、ゲストだ。ゲスト、ゲスト、ゲスト、最悪だよ。あ、ハギ？やあ、モコモコ、元気か？久しぶりだな。あれ、いいよ。キッチンに行こう。ああ、君もね。席についてみんな。椅子は一つだけど。プレゼントだよ。僕にかい？うわ、なんだろう。なんてことだ。ガムボール？街中のチューインガムだ。待って。これで全部だ。プレゼントだよ、ダディ。気に入るはず。ああ、ありがとう。ダディ、いつまでも元気でいてね。ああ、プレゼントがない。大学でもこんなのあったけど、値上がりがすごくて、どいて。ダディは私の椅子よ。ダディ、私からはこれ。大きいのは何かな？金の卵？うわぁ、最高のプレゼントだ。見えるように置こう。なんだ？ああ、ダディ、早くこっちに来いよ。急いで。さあ、みんな、ガムの時間。ガムをみんなに。おいしいな。オピラ、どうぞ。大丈夫、スペシャルダイエット。なに？なんでできてるのか知らないんだな。オッケー、召し上がれ。ハギ、この前のハギボールを見た？おっと、失礼。
つまでも健康でいようね。そうしよう。やった。みんな待って、仕事の電話だ、出ないと。おっと、ガムが詰まった。気分が悪い。あっちだ。ダム、コート取ってくる？コート着てないのか。みんな行った？一人か？ああ、いいさ。ガムを食べよう。え？何かあった？うわぁ！卵！何があった？大丈夫？お腹が痛い。卵が盗まれた。誰のせいだ？彼女？違う、彼よ。ストップ。解決しよう。出ないとコピープレイタイムの名探偵じゃない。誰が大事な卵を盗んだか突き止めるぞ。その前に逃げられないよ。ドアを閉めよう。ドアを開ける方法わかる？コメントしてね。のぞき見するな。チッ。アギー、盗んだのはお前だ。白状しろ。目でわかるんだ。そう？オピラ、落ち着いて。座って。もうすぐ番が来る。みんな容疑者だ。卵を盗む動機と機会があるのは誰？オピラ？バンバン？ハギワギどう思う？敵の大泥棒は？見つけるのを手伝って。コメントしてね。お前からだ、ハギ。嘘発見機だ。記録を見よう。じゃあ話すんだ、ハギワギ。いいえ、トイレットペーパーを盗んだのか？いや、嘘だ。とか戻すよ。はは、やっぱりな。次の質問。スリッパを噛んだな。僕？噛んでない。嘘だ、大事な質問だぞ。金の卵を盗んだか？僕？まさか、取ってない。本当らしい。ああ、ダリーは諦めが悪いんだ。午後3時5分、どこにいた？なんてことだ。てえ、ダディ、教えよう。ほら、監視カメラだ。3時5分に何してたか自分で見て。電話してた。不動のアリバイか。確かなことがある。この部屋の誰かが盗んだのに認めない。どうやって突き止めよう。そうだ、確実な方法。誰がやったのかな。バンバン。お前だな。違う、僕じゃない。お前を刺した。違う。やめろ、オピラ。正義が勝つ。心配するな。これが事実だ。誕生日を祝ってたら、どこからともなく。ダディ、いつまでも元気でいてね。そしたら、時計は3時5分。ハギーは電話をかけに行く。体調が悪いと偽って部屋を出て行った。書いておこう。あと追うよ。まさかハギーだ。そして部屋に入った。その後、悪党ぶりを発揮。卵を取って、クッションに隠す。つまり明らかだ。どうだ？
完全犯罪。ふぅ、ふぅ、ダディ見ないで。終わりだ、楽勝だ。バンバンが卵を盗み隠したんだ、有罪だな。違うよ、嘘をつくな。有罪を証明する。これが証拠だ。ここに卵を隠したな。なんてことだ、何もない。どうか考えが甘かった。バンバンとハギワギを覗くと容疑者は一人、オピラだ。え、違う、なぜ卵を盗むの。とてもシンプルだ、答えはここにある。お前は卵に100万ドルの保険をかけた。君のマスタープランだ。卵を盗み保険金で最高の金持ちになる。お前だったんだな。喧嘩はやめよう、説明しよう。パーティーを終わっていた。35分、ハギーは電話で席を外した。そしてバンバンが靴で退席。オピラがサメから着替えるふりをした。食べるなよ、見てるよダディ。さっさとコートを着たね。でもなんでリビングに急いだ。理由は今日に化けて気づかれないように卵を盗んだ。ビンゴ、史上初の大金持ちになりたかったんだ。ああ、世間知らず、有頂天だな。ダディ・ロングレグスを出し抜きたいなら賢くなれ。ほぼ解決だ。お前だオピラ、辻間違うな。違うわよ、証拠だ、卵を見つけよう。この中だ。ない。おお、スーツケースか。ここもない、リュックの中だな。リッチチキンの探し方。対して私物よ。オピラ説はここまで。見逃したか。盗んだのは誰。答えはもうすぐだ、考えよう。卵が勝手に出ていかない。十分イライラする。無実だ。お前も家に帰らないと。立ち去ろうみんな。ちょっと待て、なんだ。つながったぞ。ストップ。みんな戻って。新たな容疑者、ひしみしだ。ひしみし、関係ある。ああ、そのまさかだ、ここにいる。ハギワギの中、遠くには行けないよ。変装は終わりだ、キシミシ。最初から疑ってた。誰も信用できない。そんな、バレちゃった。天才探偵ダディ・ロングレグスが説明しよう。キシは金の卵を狙ってた。ハギーを相棒に計画を立てたな。青く染めたんだ。その後ハギーに電話で準備ができると。計画実行は内蔵した。
青いキッシーが電話をしている間に本物のハリーが卵を盗みに部屋に忍び込んだ。ナイスプランキッシー。私こそ賢くないが裏付けだ。本物のハギがいる。いやありえない。これで盗めないぞ。手に入れたわ。完璧なタイミング、ありがとう。ゲストは？みんな帰った。長い話だ。ああ、何これ。僕のプレゼント、思いついた。やろうよダディ。疲れたよ、後でね。ほら楽しいわよ。こうなってるのか。ポケモンまだ？ちょっと待ってね。動くな、強盗だ。手を挙げなさい。誰だ、わからないのかな。これをかぶってるからよ、わかるでしょ。ポケモンをよこせ。はい。一気に奪い取るわよ。さあこのポケ吸引器で。やだやだ。ダメ。でもそうね、うん、もし5万いいねになったら何もしないで帰るわ。やだ。ねえみんな助けて、この動画に5万いいねお願い。さあいただいたわ。モンスターボールをもらっていこう。全部もらうぞ。やばい、警察よ。ハニー、大丈夫だよ。こうするんだ。さあ、こっちに来なさい。大丈夫、何もしないよ。これはロングレッグストリンクね。さあ、これを飲みなさい。あら、かわいいわね。取り替え、この魔法だ。動くな。強盗は誰だ。ロングレックスです。知らないよ。大人たちよ。決まってるでしょ。さあ観念して逮捕するわ。うまくいったわね。こっちだマビー、早く料理して食べよう。ポケモンを全部混ぜたポケモンポーションを作りましょう。茹でて茹でて茹でる魔法のポーション、ついでにこれも素敵なポーション、さらにもう一個熱々のポーションになる。この魔法をかけたら二度と戻らないわ。茹でる茹でる、いい匂いだ。最後に秘密のスパイス。噛んだ後のガムを入れる。あとは待つだけ。ああ、いい匂いだ。うん、できた。ねえ早く開けて、私たちのポケモンよ。これなんていうポケモン。ピチュー、ヤナッキー、石つぶて、ズバット、すごい匂いのラフレシア。全部一匹に合体。あれ、ここはどこ。ここは新しい家だ。私たちがパパとママよ。あのセールスマンはいつも一緒だったの。私のパパとママじゃない。いいじゃない、どうせここからは逃げられないのよ。元の家に帰りたいよ。ここがあんたの家。このガムでも噛めよ。頭がすっきりするガムよ、すごくおいしいわ。そうだ、よく噛むんだ。いいか、俺たちがお前の親だ。私たちが親よ。あなたたちが親。そうよ。それじゃあショートレックスゴッドタレントを見ましょう。ピチュー、かわいそうに。ああそうだそうだ、昔のポケモンがあったっけ。これが役に立つとは。いやー、みんなずいぶん久しぶりだね。ん？壊しちゃった。ダディ、見てきて。ピチュー、大丈夫よ。おかしいな、誰もいない。ガオガイ、全部燃やしてしまえ。お前だな。
よし、やってやる。それ。なんだ、それだけか。やれやれ。まったく、真面目に相手をする気にもならないぜ。マシュマロを焼くのにぴったりだ。こいつは便利だ。もう遊びはこの辺で終わりだ。出ない。まあいい。もしもし。もしもし、孫かい？いや、ばあちゃんか。あのね、今日の朝ね、おじいちゃんが亡くなったわ。え、本当に？どうしたのかしら。ここでおとなしくしてなさい。ズバッと、わかってるな。どうしたの？勝手に台所に入らないで。ところで誰？え、僕？ズバッと。ズバッと。うわ、息が臭い。あ、臭いね。ガム食べる？ああ、どうも。このガム美味しいよね。さあ、始めましょう。やったわね。ならこっちだって本気よ。オーブンを見るからちょっと待って。ああ、はい。オーブンを開けてトレイを出して。見て、ほら。何もないけど。どういうこと？ほら、ノックアウト。ノックアウトはそっちだよ、マミ。少し休んだら。ピチュー、私だよ。ねえ、あ、ほら、家に帰ろう、早く。やだ、ここが新しい家。ピチュー。頼む。嘘だろ。ミュウは最強のポケモンだったのに。どうしよう。ポケ吸引機。おい、こっちに来い。お前もだ。あれ、なんで聞かないんだ。お前ポケモンか。だから詰まったのか。ダディ、こいつは人間よ。家から追い出しましょう。もう二度と戻ってこないでよ。そういうことか。ピーチュー、来て。ほら、食べるものがたくさん待ってるわ。さあ、モンスターボールを全部お鍋に入れて。それ何？すぐにわかるよ。ボールの中に入りなさい。最高だ。できた。おう、熱い。よし、さあ乗れ。すごいわ、ピチューがさらに強力になった。さあ座って。ここに座って。バブルプレスで一服。ああ、本当に美味しいわね。食べないから。うるさい。やばい、逃げるも。逃げろ。逃げるってどこに？隠れよう。どこに隠れたって無駄よ。全部お見通し。見つかったか。
そんなにムキになるなって、うん、ほら怒るなよ。わかったからやめて。絶対に逃がさない。おいドアを閉めろ、うん、早く逃げましょう。ほら立ってすぐに来るわ。ここだ、ここなら安全だ。来た来た。どこに行ったの？絵の中？逃がさない。ここもダメか。諦めて出てきなさい。あんたの親じゃない。逃げろ。安っぽい。今がピチを助け出すチャンスだ。うわっ、あっつ。さあ行くぞ。痛い。おい、もうやめてくれ。さあ元に戻るんだ。石つぶて出てこい。よし、ポケモンモンスターボールに戻れ。ピッチュン行け。よかった、会いたかったよ。よし、ほら家に戻ろう。こんな家は早く出よう。どうした？もう戻ってこないようにドアを閉めましょう。もうポケモンなんてうんざりだ。